昔よくね、ロバタの花を取ったりさ、木を取ってたりしたけどさ、なんか嘘みたいだね。洗練と土着というイメージ。最初はほら、向こうはまあカリスマ的なこう人気のあるカメラマンで、私は一回の編集者というか記者だったに過ぎないわけで、そういう意味ではまあなんていうかこっちが、ファンだったっていう関係なんですよね最初ね。森山さんと喋るっていうことが嬉しいっていうか、例えば同世代で、荒木さんであるとか篠山さんがかなり一般的には知られてるんですけれども、いわゆる表現としての写真ということで写真誌というのを考えてい、くときにはやはり森山大道さんの名前が一番先に出てくるような存在です。新しい写真の時代つか歴史を作り出したのは森山大道だね、うん、これは絶対言えるね、うん、日本でとかなんとかっていうんじゃなくて世界でだよ、うん、そういうねグローバルなねセンスあの人持ってるんですよね。特に98年に大規模な展覧会森山大道の回顧展というのがサンフランシスコ近代美術館で始まって、それがそのニューヨークの、メトロポリタン美術館とジャパンソサエティで同時開催されて、ずっと全米を回って大好評を博したわけです。How was the reaction of the... Oh, it's been incredible. Everyone thinks he's a wonderful photographer. アメリカではね、もうとにかくすごいでしょ。ニューヨークタイムズ一面で書かれましたし、それからアメリカの一流のアートマガジンも表紙から特集しましたから。
ちはね、あの子供の頃からこう折り目節目にね、その写真館に撮りに行くとか、またあの親父が撮るとかというふうな、こうそういう写真的環境がもうほとんど何もなかったんだよね。で、僕自身も写真というものに対する興味っていうのは全くなかったし、なんとなくやっぱり船に乗りたいっていうかさ、あの船員に憧れてたよね。でもほら、商船高校滑ってるわけでさ、算数が一問もできなくてさ、一問もできないんだからさ、それは無理だよね。だもう少し算数ができて、勉強がつまりもう少しできてたら入ってたかもしれないね。入れたらきっと船行ってるよね。でも一番なりたかったのはもしかしたらその、まあ、船というのはさ、その商船高校を起こった段階でさ、まあもうこれはダメだと思ったけども、はい、やっぱり絵描きになりたかったと思うね、きっとね。でも本当にこうなりたかったのはコメディアンだよね。僕はあの同時にいくつかなことっていうのはやっぱりできないたちらしいんだよね。だからやっぱりあの一つが終わってしばらくぼんやりして、またふっとこうもう一つのものを取り始めるっていうかね、まあそういうきっとつなげ方でやってきたと思うしね、実際そうだし、でそのなんかこうつなげ方で言うと、その今はその新宿をね撮りたいと思うし、新宿で一冊本作りたいと思う。レビューもそういう感じでアルバイトですか？そうですよ、こういう感じで、もう手ぶらで、手ぶらで、僕はいろいろ本持ってもダメなんです。ああ、もうこれ見事嫌になっちゃう。中学校ぐらいかな、おもちゃのこうスタートカメラってなったんだよ、あのベイクライトで作った。はい、それをなんかこう遊び半分でつまり買ってきて、あのなんかこううちの周辺を撮った覚えがあるよね。だからまあそのシャッターをそれを切ったとかさ、写真を撮ったということじゃないけども、その時はね、自分の弟を撮ってね、それからあの自分のうちの庭の草を撮ってね、犬を撮って、でこうすぐそばにある大きなガソリンタンク、あの水道タンクを撮ってねっていう風にね、こうまあ本当に自分のこううちの周辺を撮ってるんだよね。でだからそういうふうに考えてみるとね、そのうちの世代ずっと後になって思ったことだけど、結局今僕がねこう その後もずっとやってることもほとんどそれなんだよね。つまり自分の日常の周辺のもの、なんかそういうものを撮る。だからこいつけではなくて、結局なんかこう一番最初に僕がその写真を撮るという意識もなく、何もなく、たまたまおもちゃと同じような感覚でね、つまり顕微鏡を買ってみるのと同じようなさ感覚でこうカメラを持って撮ったものっていうのもやっぱりそういうものだったんだよね。一眼レフはね、どうしてもこう見ちゃうっていうね。でこう見るともうカメラマンだからとっさにピント合わせたくなる、これがやっぱりなんかこう一瞬自分が撮りたい瞬間っていうのがさ、なんかこう感覚的に合わないんだよね。でコンパクトだとさ、こうやってふっともっとパッと撮ればさ、っていうのと、もう一つはね、これでこう見ると新宿のほら人がいっぱいいるでしょ、ファインダーのレンズの前にみんな顔を横を向けたりさ、こう逃げたりね、
なんていうかな、写真機っていうのはそのなんかやっぱり人に何かを感じさせるのかな、なんか捉えたっていうかね、やられるっていうね。でこれだともうちょんと撮るし、ちょんと撮っちゃうからあんまり抵抗感がないんだよね、うん、でしかも音も小さいし、なんかこんな構えしないしね。だからまあこれがあのやっぱスナップには便利だし、特にあの新宿のね、特に夜の歌舞伎町なんかさ、撮るときはさ、やっぱりこういうカメラ持ってると撮ってます撮ってますってやるとまずいんで、やっぱりこれでこうなんかこうちょっと横向きながらさ、ちょっと撮ってしまったりね、実際向こう見て撮ってるんだけどさ、撮ってないふりしてふっと撮ったり、まあそういう、まあいわゆる隠し撮りというほど大げさじゃないけども、ノーファインダーと隠し撮りの両方がね、やっぱこれだとやりやすいんだよね、うん、ということもあって、まあ今もほとんどまだこのカメラで新宿撮ってるよ、うん、いやもちろんファインダー覗いてね、うん、こうあのフレーム覗いてこう構図を作ることだってありますよ、全てあのノーファインダーやってるわけじゃないから、まあいわゆるこう通りすがりのスナップはノーファインダーが多くなるよね。一枚パッと撮っちゃえばいいじゃないってさ、それをたくさん撮った方がむしろいいじゃないっていうねのが僕の気分にあるんですよ。何が型破れかっていうと、あの人ほとんどカメラというものを買ったことがない人じゃないかと思うんですよ、自前で。ほとんど大抵誰かのカメラを借りてそのまま自分のものになっちゃったとか、誰かからもらったとかいうのが多くてですね。これもらったんだけどさ、見つかってみると意外にいいんだよ、うん、僕は最初さ、なんか安物だろうなと思ってね、うん、映るの驚いてたんだけどさ、写真機の奴隷の時代がずっと長かったわけですよ。でっかいカメラ、ね、あ、ちゃんとしたカメラとかさ、レンズがいいとか、あ、ライカだとか、そういうようなものの奴隷だったんだけど、そこでカメラを奴隷にして、まあ、変な言い方だけど、始めたのが森山太鼓ですよ、うん。カメラじゃないんだよって、写真はって。うん、なきゃいけん、ダメだけど。例えばね、素敵なラブレター書くんだって、書くものがなくちゃダメじゃない。でも、いいんだよ。鉛筆でもボールペンでも。ね、きちんとした筆じゃなくていいっていうような感じのことだね。それの私はね、始まりだと思うよ。何だっていいんだよっていうのはあるんだよね。撮るというだけのお話だから。写真家がね、誰々に会ったとかなんとかってね、最初にね、その人の写真なんだよね。写真に出会うことでもその人と会ったような気がするわ。で私は、うん、森山さんが、うん、やっぱりこう気になってもうそ、うん、しょうがなかったのはね、あの日本劇場という写真集を出してね、それがねショックだったね。だから変な言い方だけど森山さんに出会った初めてだね。もうすでにその中にはその後僕のなんかこう代名詞みたいにある意味で言われたね、そのブレボケたとか、それからあのポスターやら、要するにこのコピーの映像ですね、というのがもういっぱい入ってるわけですから、だからやっぱりなんだろうこれはっていうね、だからそれが面白いと思う人と、なんだこんなもん全然全ての写真をなんかこうダメにしてるっていうかさ、いい加減な本だというふうにもう随分思われてるし言われたよね。何言ってんだろうと思ったけどね。写真はアノニマスにこそ本質があるというものの考え方というのはその後も非常に大きな影響力を持ちます。で当時森山さんが特に言っていた言葉としては、カメラの前にあるものは全て灯火だという、印刷物だろうが生身の女だろうが価値としては同じだという、その灯火という言葉を非常に多用していた時代です。
特に例えば警視庁なんかが作ってる交通安全のポスターをそのまま複写して、あたかも自分がその事故現場にいたかのように発表する。それともう一つは擦過という言葉ですね。これはすれ違う時にできる傷のことを言ってるんですが、森山さんの写真の中からその擦過傷のようなものがですね、時代とすれ違った時の、が感じられるというのがこの擦過という言葉になって結びついてきているんじゃないかと思います。森山さんの写真の軌跡を、大雑把に一言で言っちゃうと、表現性との決別という自分のテーマが、一つの表現として確立された稀有な例ではなかろうかというふうに僕は思います。例えばそのアートというのはある意味でこう無から有を作るものですよね。だけど写真というのはもうその生まれた時の構造からその無から作るんじゃなくて、あるものをこう複写するという形から始まっているこう装置ですよね。であれば最初からその複写であるという前提から始まった方がはるかにその写真の本質みたいなところにね、いけるんじゃないかというふうに思うんですよね。だってなんか自分の美意識と観念でさ、なんか作品作った作品作ったっつってね、いやだってしょうがないでしょうっていうかさ、そうは言っても人間がねシャッターを押すときはさっきも言ったように、やっぱりその自分の美意識なり自分の記憶なりなんか自分の観念なりっていうのは常にシャッターを押す中には入っちゃうから、それも一つの永遠の矛盾なんですけどね。だけど矛盾は矛盾としてあっても、最初からなんかこうイメージを追いかけてね、なんか世界はこうであるってさ、なんかそんなことを言うなよっていうね、そんな世界なんてさ、そんな風にないんだよってね、もっとバラバラにその辺にいっぱい実はあるんだよっていう、そういう感覚が僕にあるんで、だからバラバラにある、さまざまにあるその断片をね、やっぱり僕らは切りもなく複写してコピーして、それでなんか写真とは何だろうっていうね風にもう一度 そこから問いかけてやっていかないとダメでしょうねという。だから事実別体の事実進行でもつまんないし、観念的美的アートでもつまんないよと。写真はそのいずれにもなくて、写真の一番やんなきゃいけないことはその間にもっと大事なものがあるっていうかね、コピーの世界にね、写真にオリジナリティ、本当の意味でのオリジナリティっていうのは写真にはないんだよっていうさ。だからカメラマンがあんまりオリジナルのオリジナルとかね、そのアートアートってさ言うなよっていうのがさあるわけだ。カメラがあれば複写はできるという原則ね、それは別にプロの独占物じゃないわけで、カメラはいっぱい、ね、こう人々の手に渡ってるわけ で、その人たちが撮る一枚の写真がね、プロよりもまずいという理由はどこにもないわけで、はるかにプロよりいい場合もある。だけど残念ながら日本のアマチュアの世界っていうのはさ、どん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 プロ志向になってってさ、その本質がもう根こそぎないから、もうヘドロのような世界だよね。絵はね、子供の頃から好きで、まあ、絵を描いてたから、僕は二十歳ぐらいでさ、一応そのフリーの、まあ、今でいうデザイナーをやってたけど、それで僕はそのデザイン上の仕事としてその写真を頼みに、その大阪の写真作家のスタジオに出入りしたんですよ。で、こう初めてこう触れてみたその写真スタジオのね、こう雰囲気っていうかね、非常にスポーティーでね、なんかこう良かったんだよね。だからジメジメその机に向かって細かい仕事をしてるっていう自分の日常とさ、
また別の、ね、世界がこう多かったっていうね、なんかそういうものにこう一種のショックを受けてね、写真家になりたいとかさ、なんかこうそういうふうに考えてそっちの方に入ったわけじゃなくて、ただこうなんかこう一種のショックの反動みたいなもんだよね、あ、もうこっちの世界だっていうね、自分でこう世界を変えたというか、若いから衝動的だしね、それでそのスタジオ入っちゃったんだよね、うん、というのが僕の写真の入るきっかけだったし、68年にプロボーグという同人誌がスタートするんですけれども、森山さんはこのプロボーグというのに第2号から参加します。差しでね、今でいうラボトルに行って撮って、それをね発表したっていう、それがプロボーグの2号かな。あのトーンがね、ちょっとねやられたなっていう。俺もこうやってね、女の子撮ってねパーって出しちゃったりして、すごくあっけがらにやってるような感じだけど、それと村山さんは撮っててうまくこうね、わからないようにしてるけど、どっちが正直かって言ったら、ね、村山さんのは正直かもしれないね、俺のは嘘ついてるような感じがするねっていうような感じの村山さんの写真行為なんだよね。あの人はね、女にモテてもね、公表しないで隠す人だからね、僕はまあ子供の頃から街をうろうろ歩いて、ショーウインドウを見たり、ポスターを見たり、映画館に入って、こう子供の頃から映画館に入り浸ってしてた、こうそういうなんかふらふら遊んでた子だったんで、だいたい街が好きでしょ。まあ、いろんな人にそれなりの影響ってのはどっかでされてるんだろうけど、はい、無意識も含めてね。だけど結局そうじゃなくて、僕は街の中で影響されたことの方がね、はるかに僕にとってはきっと大きいと思うんだよね。さまざまなものにね、だから音もそうなんだよね。やっぱり地下鉄が切る音とかはわあいいなあと思うわけよね。とかなんかオートバイがわーっとエンジン吹かすときはわあいいなあと思うわけだよね。でそういう形で僕の中の音ってのはいつもあるんだよね。新宿っていうのはやっぱりね、心の中の風景なんだよね、僕にとっては。なんかその、ああこうやという五感というかね、イメージというかね、そういう風景に新宿でふっとぶち当たった時に、もうそれは他の街にないね、新宿のだけの風景というかあるんだよね。後ろの方にね、森山大道写真教室みたいな感じでですね、要するに募集募るみたいな感じで出たわけです。でそれ見て、じゃあ行ってみようかなと思って。あ、あんた行ったんだ。そう、はぁ、非常に自分としてはもう、非常に珍しいことなんですけど、これ森山大道っていきなり言われたもんだから、ってびっくりしたんですよね。こうやってこんな感じで
森山ですとか言うから、え、こんな人なんだと思ってびっくりしましたね。その辺がだから写真から受ける印象と全く違う人っていう印象でしたね、僕は。写真に騙されたらあかんっていう感じね、うん、こっちが本物だっていう。はい、行きます。はい。じゃあどうもありがとうございます。どうぞ。もうとにかくタバコよく吸う人なんだけど、要するにタバコがちょっとこう灰皿からこう灰が落っこっただけですぐ雑巾持ってきてバーッと拭くっていうような人だったですね。いいじゃんな、またどうせ吸ったらまたこぼれるんだからっていうふうに私なんか思うんだけど、そういうことはしないの。こぼれた瞬間に必ず拭くっていうね。しょっちゅう台所とそのなんていうか喋ってるところを往復してるっていうね。落ち着かないやっちゃなっちゅう。それと部屋行くと分かりますけれども、これは外出するときに必ず持っていくものとかね、何々に使うものはこれとかいう感じで、非常に細かい整理分類を日常的にしてる人のような気がします。それと要するにこまめで、筆まめなんですね。とにかくものすごくいっぱい手紙書く人ですよ、あの人は。なんかね、好きだね。思いやりあんのかな。俺なんて好かれてるから、好いてもらってるから。例えばね、この間ね、還暦の祝いのパーティーやったわけだけど、私の。来てくれてずっと言ってくれたりとか、ね。そんで家帰ったらさ、贈り物が届いてんだよ、ね、何かなと思って開けてみたの。こう写真、額縁っぽいから写真、内心森山さんの写真じゃいらねえなと思ってさ、あんなこと言わないけどさ、と思ったんだけど、開けてみたらね、私の今もう亡くなっちゃった箕輪の実家の下駄屋だから、下駄の看板がね、でっかい看板がある頃のその、ね、風景の版画、それを撮った、それを掘った人がいるわけで、それを探してきてくれて、探してっつうか出会ったらしいんだけど、それをね、額縁に入れてね、還暦に送ってくれたんだよ。もう参ったね。もうね、泣けてきたね。作品から受ける、非常に大胆で、どちらかというと非常に大阪的なというか、土着なというような、そういったイメージの方では全然なくて、とても気さくで、で非常にナイーブな感じで、私の友人は、一緒にお酒を飲んだ時のことがあるんですけども、彼女の場合は初めてお会いしたんですけれども、彼女の印象は森山さんってすごく色っぽい人だねっていうふうに言ってたんですけども、そういう印象でした、私も。はい。そんなこと言ったら怒られるかもしれないけど。As a person, Moriyama, oh, he's wonderful, very gentle person, very sensitive man, and a person who knows exactly who he is and goes absolutely his own way. これはやっぱりお約束でしょ。なるほど。初めて見る。お初ですが、よく見とこう。あらあら。それ笑うなよ。酔っ払ってんだから、ほっといてよ。だから森山さんの中で一番の頂点だってね、その作品何って言えって言ったらね、写真よさよならなんだな。これが私は一番好きだし、もうこれには負けた。これ以降ね、写真でしばらく、個数越さないと変だけど、超えるものはないんじゃないかって。で、非常に興味深いのは、72年にですね、この写真よさよならという写真集と同時に、狩人という写真集も出しています。狩人だけだったらばあんなに苦しまなかったろうと思うんですけども。
写真を全くのコピーにしてしまうとか無機的にしてしまうってことは僕自身がシャッターを切る限りはありえないことなんですね。ありえないんだけどもやっぱりこう当時の意識としてはね、つまり写真の果てまでね、こう果てまで連れてって解体してしまいたいっていうね、なんかこうそういう欲望も出てくるわけですよ。それでだん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 こう観念的に考えていくと、もう写真なんてこう撮らなくたっていいんじゃないか、目で見ればね、つまり当時冗談のように言ってたんだけど、つまり一眼レフではなくてね、肉眼レフでもう済むんじゃないかとかさ、まあそこまでこう極端にある意味で考えるときには考えちゃうんですよ。それで結局ね、写真をさよならというね、そのなんか一冊の本を作ったんですけど、それは確か70年かな、71年できたのかな、まあその頃に作ったんですけど、いや本当にもう写真やめたいなっていうかさ、もうこれ以上もうやることないよというね、当時の気分だったんです。写真をさよならというタイトルの写真集も、これはアレとブレとボケの極致なんですけれども、ごめんなさい。写真をさよならっていう本は、ある意味ではもうアレブレボケの極致を言ってる写真集で、何が写ってるのかほとんどわからないという写真が圧倒的に多い写真集です。それはそれまでの、それまたその時期にある他の写真に対するアンチという気持ちもあったんですけども、でもやっぱりこう自分の撮ってる写真へのアンチという気持ちも、ね、あって、例えばそのどういう写真で構成されてるかというと、当時はフィルム入れて何個もかそのカルシャットを切る、でその時にこう自分の足元が写ったり全然関係ないその辺がこう写ってしまったりね、そういうものも含めて、つまりそれは絶対写真なんだと、つまり意識的に撮ったね、こう自分のその美意識だよとか観念をね、こうなんかこうイメージ化して作った写真だけは写真じゃなくて、そのほとんど偶然撮れてしまったイメージだって、それは僕がそれを認めてこう認めればそれは写真なんだと、なんかそういう、こう気持ちがどんどん募ってきて、写真の評論をやってた人とか、そういう人たちが一様に言ってたのは、要するに分からないという、分からない写真だとこう言ってたわけです。写真には意味があると思ってるんですね、そういう人たちは。だから何が写ってるのか分からない写真を見て、よく分からないとこう言ってるわけですね。要するに写真に意味があると思ってるような写真の見方、あるいはそういう写真をさようならと言ってるんであって、あれは要するに写真には意味がないっていうことから始めましょうと、こういう宣言の写真集が写真をさようならなんですね。で僕はそれやっちゃったらね、まずやることなくなっちゃったのよ本当に。写真は密着とかね、定着って言葉あるけど、決着つけたんだな写真に。うん、だからそしたらあとどうしようかなって、まあちょっとね、外に出ちゃうと旅するとかさ、小説書くとかなんとかって、あの人文章うまいからねってあるけど、しないでふらふらなんか、うん、その頃合わなかったね。でなんか撮ってないなと思って、多分ね、73年に朝日カメラに連載した地上っていう連載があるんですけれども、でこの連載から、大体、森山さんに対する批評の風向きというのが、変わっていきます。マンネリなんじゃないかとか、どうこうというような、非常にこう批判的な、見解が多く出てくるようになります。以降ですね、森山さんの具体的な足踏み状態が始まるというふうに思います。ラジカルな実験を続けたはずの自分がね、なんかどっかでもなんかこう肉離れを起こして、なんかストップしちゃってね、なんかわけわかんない。それで例えばそれは当然僕は日本人であるからさ、やはり日本の風土に回帰するわけだよね。それで桜を取りに行く、風光明媚な風景を撮って僕は撮るわけないし、撮れるわけないから、非常に暗い陰湿な世界にね、イメージを作っていく。当然プリントも焼き込みをね、周辺の焼き込みを落とし込んだり、そういうイメージ操作をする、ね、でそういうことをこうしばらくやってたんだけど、やっぱり違うと、
こんなことをやってたらダメだというね、自分のイメージをさ、ある意味でこう捏造してるに過ぎないと、ね、写真の解体みたいなねことが写真をさながらでなんかこう終わってしまう。しばらくはなんとか頑張って、要するに写真はね歩けば撮れるんだと、うん、を思い直して歩くわけだ。でまた見ると来ないわけだよね、うん、というなんかこうあるこうサイクルを経て本当に撮らなくなっちゃったとかね。その間、7、8年あるんですけれども、かなりの期間、非常に苦しい状態をが森山さんにとっては続いたと思います。自分の写真にリアリティが見つからなくなる自分ということは、もう自分の生活そのもののリアリティがどっか希薄になってたと思うんだよね。いやスランプじゃないけどね、あの人なんつうんだ、躁鬱激しいのかな、そうじゃないな、ともかくね、気分屋だからね。当時まあ悪夢を見てさ、まあ薬始めたんだよね、うん、でもうそうね、もう2年ぐらい薬つけたんだよね。ただもう体もダメになるしさ、だって東京の街を歩いてるってのはさ、薬を買いに歩いてるだけで、うん、もう写真を撮るとかってんじゃないんだよね。実際その頃はもう痩せ細って、とにかくガリガリの状態でしたから、かなり、の友人がみんな心配して、なんとかしなくちゃいけないということは、言ったりして、相談をした覚えがあります。だけどもうカメラを持たなくなって、なんかそういう形で自分がこうなんかなんていうかな、怒ってる時期っていうのはさ、一番こう写真のことを考えるんだよね。常にこうなんかこう写真のことだよね。それでまあだから、だからほとんど全部ブレてんだよ。俺今ここ付きなのよ。ああじゃあ僕もちょっと撮らせて。もう一回。じゃあもうこれか。それが好きなんだよ。本当はこっちの方が好きですよ。まあね、そんなことがあってね、でもね、やっぱりこれ以上もうやってたら人はもうダメだなと思ったから、うん、もうまさしくそのギリギリだったと自分で思うんだけどね。でその時ね、たまたまなんかね、中古カメラ屋でね、なんかテンタクス見つけたんだよね。僕はだいたいカメラに興味ないしさ、自分でカメラを積極的に買うなんてことはないんだけどね。で、まあこんな話するとさ、なんか芝居がかかっちゃうんだけどさ、でもなんかふっとそのカメラ欲しくなったんだよね、うん、このなんか、汚らしいさ、中古カメラでさ、で、なんか買ってね、なんかこういじってるうちにさ、庭の花取ったりさ、その頃に、うちら写真時代というね雑誌を、末井っていう男と、出して、始めたわけよ、写真時代で。これはもうやっぱりね、森山さんが入ってもらわなくちゃ困るっていうんで、お願いしたような時期だったじゃないかな。それがこう光と影っていうタイトルでね、連載が始めちゃったんだよ。でそのあたりからやっぱりなんていうのかな、やっぱりこうふっとこうね、写真を率直に撮ろうというかさ、とにかくまあ自分は何とかかんとかそうやって生きてるわけだしさ、だからね、こう手元にはこうカメラが一台あるし、でまあね、こう暇当たってるしさ、まあもう難しい、面倒くさいこと考えないでさ、とにかくまあ撮ってみるかと。でそういうふうに撮り始めて、
だからだん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 こう閉じこもってた自宅および鎌倉からさ、少しずつこう外へ出始めるんだよね、カメラを持って。でそういうのを見て、あ、森山がまあ写真を撮り始めたし、あのままほっといたらあいつもともとダメな男だからさ、また薬行くぞって言うんで、それでまあ その頃から知ってたその今の町の西和夫さん、それから朝日の丹野清彦和さんが、いや、あの、じゃあ、あの、なんかやろうと言ってきてくれたというふうにして、結局その編集者のねがの、まあ、行為というかな、編集者とのつながりでまた僕はやっぱり写真に戻っていくことができたんだよね。でやっぱりほらそうするとね、薬もまあだんだん遠ざかる。朝日の太郎さんなんかはね、僕に一番最初は第五殺闘病を取ろうって言ってきたんだ。あとで聞いたら、あれはもう森山が薬やめるかどうかって見に行ったんだよって言ってたんだけど、で僕は外に隠れて飲んでたけどさ。でもっと具体的には、82年に森山さんの母親が亡くなるんですね。で、これが直接には森山さんをなんていうか、肉体的な危機から救った、きっかけだったと僕は思ってます。要するにあまりに痩せ細って、いるので、みっともなくてその母親の見舞いに行けないという事態が出たりしてたので、本人も何とかしなきゃいけないというふうに思ったでしょうし、そういう具体的なきっかけがあって、ある種の決断がついて、薬をやめるということが可能になったんじゃないかと思われます。本人もまで映って、なんていうの、いや、ブラックじゃないですか。好み好み。ブラック、ブラック。いや、まあ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 、まあ、冗談やろうよ、そうやって。さ、真面目に写真撮ったらおしまいだろ。真面目ですよ、僕は。非常にあの若い世代の作家の方たち、それから作家の卵たち の作品を見せてもらうことが多いんですけれども、あの森山大道もどきというのは必ず出てくるんですね。でそれはもちろん画面だけのことです。例えばブレボケだったり、非常にコントラストが高かったり、だけれどもそれほどその影響力を30年40年ずっとその保持している写真家というのは、それもその世代がもう40年とか50年とか、あの年齢が違う人たちにあの非常にアピールする、その、 あのエネルギーというのはあのもうすごいものだなというふうに、その毎回あのそういった写真家たちをの作品を見ながらあの思います。今の若い人たちというのは要するに表現を求めるというよりも自己表現というより自己を求めているんですね。だから表現ではない、森山大道という存在が要するにその写真の中から感じられる、そういう写真家の一人として、森山さんの写真が、若い人に、再評価されるということがあるだろうし、写真家は女じゃなくちゃいけない女じゃなくちゃいけないじゃない、女性性がなくちゃいけないだよね。俺はもうね、だからその前からあったわけですよ、二人ともそういうの感じ、それずっと来てたわけですよ。うん、すごくね、なんかめめしいつか女っぽいんだよね。でそれがだね、最初からそうなんだけど、はっきりと今の90年代の子たちは勘がいいから仲間とも思われちゃったんじゃない。うん、なんか70年代の頭ぐらいに週刊プレイボーイで、確か関東でもやってたと思うんだけど、カラーでヌードの連載をやったり、あの時はだから篠山紀信とあの毎週交代、1週間交代で1年半ぐらいやったかな。でもね、やっぱり1年半やるともうつくづく飽きちゃうのよ。みんなそれをね、やっぱり仕事だとか
いろいろ家庭のためとか、まあいろいろあってね、まあ我慢してやったりしてるんだろうけどね、僕はそういう我慢ができないんだよね。やっぱり嫌だと嫌なんだよ。瞬間に笑っちゃったんだけど、確かナショナルかなんかのこたつの宣伝かなんかの写真も撮ってんだよね。どういう顔して撮ったんだろうっていうのに。コマさんの打ち合わせさ、もうなんか企業の人さとか、まあ、代理店の人さのんべらでなんかいつもの打ち合わせしてさ、なんかもうかっためなくちゃしょうがないのよ。だから例えばプレイボーイなんかの時でもさ、もう1年半も撮ってればね、あれ次はじゃあ写真集作りましょうと。そういう打ち合わせを出版の部長なんかとやってる時にもうつくづく嫌になって、まあもうその時点で断ってやめたんだけどね。というと非常に真面目な人なので、チャランポランっていう性格じゃないので、適当になんか あれこれやるというのはあんまり増えてない人なんじゃないかと思うんですよね。そんな意味で言ってんじゃないんだよ。ただ本当に嫌なんだよ、めんどくさくて。さ、ひっくり返って寝て酒飲んでるかってさ、それでまあ好きな時にさ街ふらふら歩いて撮ってそれでいいんじゃないのってさ、なんとかそれで1年暮らせたしさ、また来年だってさ貧乏だけどそれやってりゃ1年終わるでしょうとかさ、もうそうやって何十年も来ちゃったわけだよ本当に。よくね、もうどうしてそんな写真しか撮ってこなくてね、こう経済的にどうしたんですかってなんてよく聞かれるけどさ、俺だって知らないよって
り、ね、僕みたいな形でこう自分の好きな写真だけを撮ってくるということは、それはもうある意味で覚悟いるよね。僕の場合は本当に性格的にずさんだったりね、本当に性格的にある意味でよ、ずぶといっていうかさ、こう 常になんかもういつでも居直りができちゃうっていうかね、根本的には非常に、なんていうかしぶとい人なんですね。しぶとくてしたたかな人なんですよ。要するにちょっとやそっとのことで、要するに打ちのめされたり、悲観したりとかそういうふうにならない、その精神的な強さっていうものはなんていうか人一倍すごいですね。その代わり死んだふりするときはさ、1年でも俺死んだふりしてたからさ、だけどみんな1年死んだふりできないでしょ、生活もあるしね。だけど僕はそれをなんとかしちゃうわけだよ。その代わり迷惑かけるよね、やっぱりその僕の関係者には。だからやっぱりまあこの間もある人と話したけどさ、そういう迷惑をかける度胸がないとやってられないよね、結局もしかしたら自分は基本的にはわがままで怠け者なのかもしれないという気がするんだけどね。まあ人からよくそうだって言われるんだけどさ、でも僕はあんまりそう思ってないんだけど、でもそうかもしれないという気もするけどね。やっぱりこう一番具体的に自分が怠け者だと思うのはね、その日常的なことじゃなくてさ、やっぱりこう写真との距離の取り方でね、スタンスのありようだよね。新宿のことで言うと、去年の初夏よりも1年前ぐらいのその1年間というのは僕は結局怠けてるわけだよ。酒飲んじゃあさ、人に会って新宿通るだろうさ、ごたく並べてさね、それでまあちょっと展覧会で忙しいからとか言いながらなわけさ、やっぱりこう断るごとに自分に言い訳しながらさ、今考えてみると多分一番時間的に長い付き合いを持ったのは新宿の飲み屋だったと思います。その1年間というのはやっぱり僕の怠けてる時期なんだよね。でいつもなんかくよくよ考えてんだけどさ、新宿のことも含めてね。でさ、それ怠けてる間もさ、毎日さ自分の机の前を拭いてみたりさ、そういうことは全然怠けないわけだよ。こちょ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 さ、一日中なんかこうネズミみたいにさ、部屋なんかうろうろしてんだよ。なんか意味もないのかコンビニ行ってみたりさ、なんかせこせこ一日中やってんだけど、全体としてはやっぱりその写真に向けて怠けてるわけだよね。でやっぱり自分はそれは怠けてんだと思う。パッと撮ればさいいのは、やっぱどうしても自分の心がねそこにこう入っていかないっていうの。よく道端で 寝ちゃって、もうここで寝るんだとか、もう帰らないとか、いろいろわめいてましたけれども。俺こんなことあんま話したくなかったんだけどね、新宿撮り始めるね、ある日のね、前の日に、ね、俺ビデオ見たんだよね。あれ何見たんだっけ、あなたよく知ってると思うよ。出てくるね、主人公の一人がね、なんかあとヒットポラロイドんだよね。ヒュポラロイド、それがきっかけだね。え、新宿ですか。うん、明日から撮ろう。なんて言われたっけな、割に有名な映画だと思うよ。
たちの助感みたいなのを取られてくるってこれはワークショップの頃一緒に暗室入ったりしててね、もう一緒にプリントしててね、一枚にさ、もうカーッと魂をさ入れ込むのよ。うん、そこが違う。俺はね、サラ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 って、ここがね、ちょっとね、まあ、せっかちとなんつうの違いつうかね、暗室技術のうまい魔法的なその技術を持ってるというかですね、要するに人が真似できない技術を要するに発揮できる人なんですね。僕の知ってる中で一番奇妙な経験というのは、森山さんの写真展をやるときに、森山さんからネガを借りて、それで、大伸ばしするので、要するに、ラボの人にですね、森山さんの焼いたプリントを渡して、このプリントのように焼いてくれと頼んだわけです。で、何週間かしたらラボの方から電話が来て、とても焼けないと。こんな風には要するにラボが焼けない写真ネガからね、ということは、本人しか焼けないということなんですけど、本人にじゃあ焼いてくれと言ったら自分も焼けないと言ったわけ。二度と焼けないプリントだというわけ。自分のプリントがね、どこに何十分かけてどこを何十分かけたかなんて、そんなデータ取ってやってるわけじゃないから、自分でももうどういう風な順番でこのネガからこのプリント作ったのか自分で覚えてないから、自分でももう一枚焼けって言われても焼けないってわけね。だから森山さんの場合は大抵ね、自分で焼いた一枚を複写して、それからもう一枚根が作って、それから焼くっていうやり方になっちゃうんですよね。だから結局ピントは余計ボケるんですけど、もともとブレボケの人だから、多少ボケても全然誰も不思議に思わないというところもあって、かつてよりはプリントにそれほど大きなウェイトをね、なんか置かないような気がする。置いてないような。もちろん一枚一枚焼くときは当然真剣だしさ、手をだからといって手を抜いてるわけは全くないんだね、はい、だけども例えば桜を取ってね、イメージを作る、焼きで作る、周辺をぐっとこよく焼き込んでね、なんかこう異空間を作るとかね、そういうのが今僕には全然興味なくなってるんで、非常にある意味素朴になってるんだよね。つまりたくさん複写する、街へ出てで複写したものを、そのなるべく普通に、まあそれは僕にとっての普通なんだけどさ、イメージをさらにそこになんかこう作り込もうとしないでね、こうプリントというのはもうしたいっていうね、そういう気持ちがあるわけですよ。でそういう気持ちが、それはかなり以前から気持ちの中にあったんですけども、やっぱりどうしてもそのプリントの段階でイメージを作るというかね、そういうこうフィギュアがなかなか抜けなくて、でもその光と影の写真集を作ったあたりで、もっと言えばそれからずっと何年か後の90年に入ってヒステリックをね作り始めるとき、ようやくそれが自分でこう自然にできたっていうかね、極端なそういう暗室操作をしてないよね。つまりあくまでも自分の使う因果子に対するその調整はするけども、物理的な、ね、意味での調整はするけども、なんか一枚一枚 こってりしたなんかイメージを作ろうという形ではもうやってないんだよね。で森山さん自体がああいうプリント技術を使った、森山さんの言葉では非常にリリシズムあふれる写真が好きな人なんですよ。もともと嫌いなんじゃなくて、で自分のだから好きなものをあえてやらないっていうことだから、余計やっぱりしんどいことなのであって、でそれを要するにやってるというか、それを続けてるっていうところが、森山さんの写真に一つの緊張感をずっとこう持続させてる要因じゃないかと思うんですけどね。ただまあ僕の場合どうしてもね、あのコントラストの、あの強い ねハードコントラストっていうのはどうしても僕の体質なんでね。ああ、はい、それはもう焼きの問題、プリントの問題とはちょっと違っても、そういうこう
プリントを仕上げてしまうっていうのはね、これはあるね。ところが森山大道の写真は一番重要なのはグレーのトーンなんだよ。うん、強いて言えば真実っていうか、あ、事実っていうか、うん、まあ事実っていうのは写真実っていうかさ、表現してるのはあのグレートーンなんだよね。ポラロイドのモノクロームで待ち取ってるけど、やっぱりね、にじみ込んでくんだな、グレーの光が。そういう写真なんだけど、それがまたいいんだね。うん、だからそういうあたりなんじゃないかな、森山さんの気持ちっていうか、なんかが。うん。いろんな断片、外界のね、さまざまな断片をさ、どん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 無造作にね、もうその場でインスタントに集められるっていうか、収集できるっていうね、面白さですよね。うん、それはポラロイドの構造でもあるけどね、ポラロイドそのものの持ってる構造でもあるけども、ね、即見れる。で、もうとにかくいっぱいもう撮りゃいいんだっていうさ、やっぱりそういうなんかポラロイド独特の面白さありますよね。だからまあ使いようだよね。ポラロイドはポラロイドなりの一種の方法っていうのがさ、やっぱあるしね。でそれはやっぱり写真の基本的なところとどっか結びついてるから。グレーな男さ、なんちゃう、グレーとな男、あ、どう、ね、いいものいいんじゃない。前ごめんなさい、あ、はい、すいません、うん、前ガイド入れ込んでるから、はい、うん、いいな、オズみたいでいいね、小道具動くなんかばっか。写真の見せ方としては僕はやっぱり印刷が好きなんですよね。まあ具体的に言えばその写真集を作ること、そっちの方がはるかに僕の中では気持ちのウェイトがあるんですよね。だ今だって写真展そのものというのはそんなに面白くないんだよね。67年ぐらいかな、67年ぐらいにある人からね、こうアンディ・ウォールのその分厚い電話帳のようなカタログを見せられて、やっぱりものすごいショックを受けたよね。コピーというもののやっぱり持つその世界の凄まじさっていうかね、そのリアリティっていうのがあれほどはっきり見せられたのはやっぱりアンディ・ウォールですよね。まあ、写真というものの力っていうのはね、むしろこういうところにあるんじゃないかっていうね、やっぱり直感をしたんですよね。聞きんな例で言うとね、その T シャツにね自分の写真をこう刷り込んでさ、なんかこう例えばたまたまあんたの写真でね時計を作りましょうなんて言われると、まあ非常にホイホイ乗るわけよ。ピリピリするようなさ一品を作るよりもさ、なんかあの姉ちゃんが T シャツいっぱい着てくれた方がさずっといいぜっていうね、写真のコミュニケーションの問題なんていう全然以前の問題でね、なんかそういうふうに自分の写真がこうコピーされてその大量に外界へ出てくという、なんかそういうコンテキストがねこうやはりある姿だと僕は思うんですよ。なんか面白いですね、一種のウォーホールの方法でしょ。だってあんなに質映ってさ、みんなキャーキャー喜んでさ、でしかもさいっぱいそれがさレッツシールみたいになって出てきてさ、あっち焼いたりこっち焼いたりさ苦労してテーマ作らなくてもこれだけは写真だよってあるじゃない。2002年にあの韓国のソウルの美術館で、それともう一つパリのカルチェの美術館、2つあるんですよ。もう明らかにとしたね、その利便性っていうの、それはきっといいと思うんですよね。だからあのそういうものを否定してるわけではないんだよ、特に。でとりあえず今のところはプライクスを使ってあのリコーのカメラで
パチ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 取って集めていきたいと思ってるわけで、何を使うかっていうのは大きな要素ではあると思うんですけども、森山さん自身は全然こだわってなくて、 ある意味非常に好奇心が旺盛で、である意味その飽きちゃうところもあるんだと思うんですね。いろいろ使ってみたくなるんだと思うんですけど、そうだよね。レジャーの方がはるかにバーッとその辺をさせてたらパッ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 と止めていけばさ、それこそ僕の言うその複写であるコピーであるとか、ね、それからそのなんていうのパーツであるとかっていうものはもっとはっきりするかもしれないね。まあ新宿を撮って本を作ってその後でまた考えたくなったら考えます。ちっちゃいデジタルあるんですけど、今持ってんの？今持ってる。じゃあ後で見せたわ。今これ録画状態なんですけど、こう例えばこれ今動画がこう撮れてるわけなんですよね。それでここにシャッターありますね。こうですね、こうですね、シャッターね。いやでもこれがファインダー代わりでいいんだろ。それファインダー代わりで。俺こういうのってね本当に理解力ないんだよ。赤押すだろ、いやこれ押すだろ。今撮れたんだ、写真が撮れました ね。でずっとこれ動画のとこ押しっぱなしなの？話して大丈夫なので、これで動画撮れてるわけ。それでもっぺん押すと動画がアウトになる、終わりになるわけ。今押したけどさ、今の映ってないの？今は映ってないですね。なんで？今押してパスクリしたけど、赤いの出ないよ。ああそうか、なるほど。それでこれが消えたらもう次のやつ、次のやついいわけね。この通り映ってれば、このピポンって音かもしれない。そうですね、ゲームセンターで、まだやってることがいかにも素人みたいでいいね。ね、もういかにも素人が遊びそうな。分かった。フットワークが変わりますか？大幅に変わりますよね。ああもうだってこれが消えるまでこういう状態でこう。斬新な映画だね。おかしいね。また斬新だ。また洗濯物か。ダメだ。こういう、なるほどな、やっぱり
カメラのあれと違うな。カラオケのビデカラのあれみたいだね。カラオケの絵みたいで。どうですか。猿の女に食べられなくなって、もう写真なんて撮りたくなくなるぞ。先端をこれから引くからね。笑われてるよ。これ切るのどうする、はい、あ、じゃあ僕今切る。ちょっと話さもね。あ、ごめんなさいね。こういうのうまいんだ。やっぱりまあいいんだ。いろいろ見てもしょうがないんだ。面白いのは面白いけど難しい。ああ。最初。おいやらしいな、サダルさんみたいになってきた。ここをね、こうなんとかして。どうしてもやっぱり。どうしてもね、ここなんとかしたんだけど、ピントがもう一つ来てくれないからな。一応妥協してくれ。ほら、あたかも俺が当時の。当時のあそこに行って撮ってるやろな。ああ、ほんとそうですよね。あ、ピンピンが合ってなかった。あ、いや、合ってますよ、ピンと。あ、そう、僕の方がね、僕の方がね。僕はどうでもいいですけど。やっぱりもちちゃん、堂々ともちちと。あ、これが、なかなか。ああ、バカみたいですからね。いやいや、もうこれ面白いな、おい、ね、ダメだよ、おい、七月にハマるだよ。こんな写真撮ったことあるか、俺。色がすごいね、なんかあざとい。ちょっとなんか半地物みたいですね。これは何でしょうっていう。やりすぎると問題だなと思う。いや、これは何でしょうみたいな。あ、まあ一応ね。取れないな。あ、ご両親。これからデジタルですかね。ちょっと考えます。
これのいいとこと。そう、これ使いすぎてさ、ね、私自身が台無しになるってこともあるから。いや、でも、中村、これ分かった。分かったことその、何者かが分かった。あ、森山さん、それあのひっくり返すと自分が、あ、そうか、え、見ることも、あ、でもどうしてもこう画面見ちゃったの、卵が残しちゃうな。ほら、すごいよ、おい、わぁ、俺の目玉ってこうなんだよ、気持ち悪いよ、おい、すごいすごい、なんか金貸しの上見ない。ほら、すごいよ、おい、お、俺の目玉ってこうなんだよ、気持ち悪いよ、おい、妻や子はさ、やっぱりもう一つの国の住人だからね、もうそんなこと言われた妻や子はたまったもんじゃないだろうけどさ、ある時期は1ヶ月に一遍ぐらい帰ってたんだけど、それがあっという間に半年に一遍になりさ、1年に一遍になるというね状態だよね。70年代の後半かな、なんかやたら家庭が気になった時期があってね、家庭という観念にね、まあ観念だけじゃなくて実質もあるだろうけどさ、なんか金縛りにあったようになってね、家庭もしっかりやる、写真もしっかりやる人いっぱいいるしさ、でそれはそれが普通だと思うしね、だけど僕はやっぱそれできねえなと思ったから、何もできないよこれやってるかと思って、でまあまあやっぱり家庭とどっか距離を置く、距離を置くとかっこいいよね、そうじゃないんだよね、家庭なんかどうでもいいよってさ、もう知らんよってさ、お前らはやっとれと、俺は好きなことやらしてよってさ、まあまあ さね、いい加減なことだと思うけどさ、安倍さんなんてもう俺は死んだ人だと思ってるって言って、ね、なんか僕の知人には言ってるらしいからさ、だからさ、まあほら、あの神奈川県にいるだろ、4時ぐらいは帰りゃいいんだしさ、僕も4時から来るわけですさ、ほとんど来ないけどね、まあだけどやっぱり逃亡者のように家庭から逃げまくったよね。写真をさよならという本は作っちゃったけどさ、タイトルで、でもやっぱり僕は写真をやめるわけいかなかったんだね、そこでやめてしまえればさ、僕の写真はさ、そこまでである意味で良かったかもしれないけど、僕はやっぱりこう写真とはそういうふうにはこうなんていうのか分かれられなかったんだね。修二さんのさ、昔かつて僕に言った質問じゃないけどね、やっぱりそのお前はそのカメラでもってね、こう何を燃やすのかというさ、カメラというものを持ってね、やっぱりカメラの存在によってこう自分を燃やしていくっていうのを常に
燃やすことによって変わっていくっていうのかな、こう嫌でも王でもね、なんかそういうことだと僕は思うけどね。そんなかっこいい言葉は思いつかないよ。3枚取るから、はい、覚悟せい。グレイトなフォトグラファーね。難しいね。ことではないですよ、正直にね。だけどもさ、もう嫌で嫌でしょうがないってわけでもない。なんか俺もちょっと慣れちゃったんだよな。真面目に行こう。色がすごいね、あざといい。画面をすぐ斜めにしたかったりさ、生意気だよな。この色がいいな、この通り映ってれば、何で梅じゃないの。バカみたいですかね。ちょっと反省。あんまりペンタゴンばっかやってると思う。疲れるね、なかなか。